お疲れ様です。それでは第5週目のまとめをやっていこうかと思います。第5週目は1月29日、またいで2月2日までの5日間となります。今週のイベントででかいのは2月1日の朝4時半なんですけども、FOMC がまとまりまして、パウエル氏がですね、結局アメリカの利下げをするのかどうなのかってことに注目が集まってるわけですよね。前回、ウォーラー理事が まあ、利下げはしないんじゃないかなってことをちょっとほのめかしたときに、えー、値動きがあったわけなんですけども、あの、理事が言うよりも、この議長が言う方がね、やっぱり重いですからね、結局、あの後、そういった金利の方針が変わったのかどうかってことが、すごく注目を浴びる、そんな一週間の肝になりました。で、これが木曜日の朝ということなんで、えー、月火、水はね、普通のテクニカル通りにやっていただいて、木金はちょっと難易度が上がりますよっていうお話でした。結果的には、 月火、水、そこまでテクニカル的にね、有益に働かなかったってことと、木曜日は確かに荒れたんですけども、金曜日はそれでもね、テクニカルで十分対応できたっていうことになりますんで、その辺を中心にまとめていこうかと思います。ちなみにですよ。ちなみに、今週は、えー、円安のためのね、三つの条件が揃ったんですよ。日銀の金融緩和が続いていくってこと。で、アメリカの利下げがないということ。三つ目は雇用調整です。 それでは行ってみましょう。月曜日なんですけども、こんな形で始まりました。短期的な上昇トレンドかなっていうところですよね。これが結果的にはね、長期で見たら上昇なんだけども、短期的には下に落ちるよっていうことになったっていうのは、1週間経ってやっと分かったところでございます。で、今147円をつけてるところ、あ、148円をつけてるところがありますけども、この少ないポテンシャル、こっちの方にね、 伸びが向かっていくってことになったのが、まあ一週間が終わって分かったことです。それまではね、上に行くよりも下に行く方の方が短期的にはあり得るんじゃないかなと思ったりとかして、錯綜したわけなんですけどもね。結局どうなったかと言いますと、えー、こんな形で、月曜日の夕方なんですけども、ロスカットを食らってしまったかなっていうところですよね。でもこのロスカットで見えてきたこともあるわけですよ。それを月曜日にお話してますんで、月曜日の相場解説をご覧ください。で、火曜日なんですけども、 えー、冷やし4時間1時間っていうのが、そもそも全部がね、上昇に、えー、傾いていたんで、まあ上昇ならばロスカットはないかなと思ったんですが、月曜日っていうのはそれでもね、下落の方に行ってた,ったわけですよ。ですんで、火曜日の方針としては、このまま下落を通じていくのか、それとも横ばいに向かっていくのかっていうふうな2択を、この朝4時に決めたってことになります。で、結局それがどうなかったかっていうと、結構ね、混乱をもたらしたわけなんですよね。 で、下落は続けていったんですけども、その後2つのプライスを決めて、えー、レンジを作ったわけなんですけどもね、この後継続して下落していくのか、それともこれに跳ね返って上昇していくのかっていうところで、固唾をのんで見守っていたところ、結論としてはどうな,かっ,たどうなったかっていうと、セルになったわけですよね。うん、売りトレンドでございます。まあ、ここで止まってはいるんですけどもね、まあ、1日を通じて下落だったっていうのが火曜日です。 うん、だからね、日足が上昇で、4時間が上昇で1時間が上昇だったのに、えー、なんと意外にもですね、1時間だけは下落に向かったってことになります。それが月火で起きたことですね。で、目論みがいきなり外れたわけですよ。で、水曜日はどういう風になっていくかっていうと、さっきまでここだったわけですけども、ドーンと跳ね返ったんですよね。これ原因不明です。しかし、これによってペラントが見えてきたってことになります。で、水曜日は1トライぐらい取りたくって、このペラントをね、 えー、一つに絞ってやってきたってことになります。で、補助的にレンジがまだありますよってこともね、ここで赤い上と下のラインで見えてます。それが朝6時です。で、結果的にどうなったかっていうと、ペナントブレイクでここの幅は取れたよってことですよね。で、えー、と補助的なレンジのこの下根がね、そこを支えてくれたってことになります。 はい。じゃあ、水曜日はこんなところですね。で、木曜日になりました。木曜日の朝には、この、パウエルさんが発言して、利下げをしませんよってことを言ったわけです。ウォーラーさんと同じですよね。それによって、えー、円安の方向に触れるかなと思ったんですけども、その直後っていうのはね、乱高下、上下にかなり暴れて、嵐みたいになっちゃったわけですよ。それが結構ね、一日中を引いたわけなんですけども、 木曜日はそんんななな感じででででエントリーはできなかっっったたすす。が、がが三三角角形形ね、ちょとと短期的な三角形が作られましたねってことですだから急速にこの大きなボラティティが収まっていくところを木曜日は見たってことになりますけども大事なのは自己解説をしてくださいよと特にエントリーができなかったあたふたした時っていうのは自己解説で今日一日は何をするべきだったのかっていうことをね振り返ることによって次回の力がつきますからほとんどの方がこれやれないでしょ、うん、例えばね FX で儲けたいのはね、確かに気持ち分かるんですよ。でも儲けるためにはやっぱり下地を作らなきゃいけません。それが自己解説の連続です。自己解説をたくさんすることによってそれが慣れていくと未来の相場予測ができるようになってくるわけなんですよ。はい。そして金曜日に入ります。金曜日はですね、えー、一旦レンジ設定はします。こことここが揃ってるからですね。で、上はまあとりあえずここでいいかなってところです。で、後々これが あのディセンディングトライアングルにも伸びてくるわけなんですけどねはいじゃあテクニカルで挑戦するところのエントリーポイントの挑戦ですけどももう一回線を引きますが下根がねもうここで揃ってますね、えー、ここでそれぞれ跳ね返されてるポイントが同一ですから、まあ、下はここでいいでしょうとあとは高根が実体だけなんですけどもこういうふうに切り下がってきてるんでじゃあこれはディセンディングトライアングルだろうねっていうことですよね プラス、この線を使って、レンジも見ておきましょうってことになります。これがエントリーポイントの挑戦で、エントリーポイントはどうやって決めるかっていうとね、ここを下回ったらセルでブレイクってこと。それから、上にブレイクは、この斜めの線を越えた時ですよ。ね。だからこれは、ディセンディングトライアングルをブレイクしたっていう形になります。通常、ディセンディングトライアングルは下に抜けることが多いんですけどもね。ただこれ、 一時間では分かりにくいんですけども、4時間一日足、高値圏なんですよ。ね、高値圏なんで、下に抜けるというよりも上に抜ける可能性も大いにあるなっていうふうにテクニカル的には解釈します。はい、それで金曜日は結局どうなったかっていうと、上に抜けたよねってことですよね。だから覆明期を取ったんで、まあ17時ぐらいにエクジットして20ピップソードを取ったってことになります。 はい、で、その後ね、ぐーんと上に伸びるかもしれませんけども、別にそこで下がっていくかもしれませんのでね。うん、これはもうあの、時間も来ましたんで、ロンドン時間が新しい流れを起こす前に、えー、多少の含み益を取って、えー、エクジットということでね、えー。今週は振り返ってみると、まともにエントリーできたのは、たった2回ポッチだったんですけども、その2回が、まあ100、100%利益になったんで、まあ、無駄な1週間にはならなかったかなってことですで。エントリーできなかった日っていうのは、自己解説をすることによって、 次の力の力蓄積にもなりますからね、はい、ちなみになんですけども土曜日どうなったかというとねちょっと1枚お見せしましょうこれですね土曜日はさっきえー、っとどこに行ったここの斜めをねブレイクした後あの後エグジットした後すぐに戻ったんですよ多分ね同じような気持ちでここで離閣した人がいたんでしょうね一定数 <laughs> その後なんですけども雇用調整がドバーンと伸びてね そのインパクトが強かったってことになります。これによって、円安に向かう要素のうちの3つ目が揃った雇用統計ですよね。アメリカの景気は順調だということです。つまり、失業率が思ったよりも悪くなかったということで、あの、アメリカのね、あの、働く人ってのはね、もう儲かるからみんな働きたいっていう今流れに入ってます。ね、トラックドライバーで年収1400万とか1500万。これ初年度ですよ。で、お寿司職人ももう日本人じゃなくていいんですよ。 韓国人だろうと、東南アジアの人であろうと、とにかく東洋人だったら握れば2000万なんですよ。握るったってほとんどが機械で握ってネタを載せるだけですからね。だから回転寿司のアルバイトと同じことをして年収2000万です。それがアメリカです。それから介護の関係の方、年収1200万です。で、日本で働いてもね、年収が200万いかないですからね。そう考えていくと、もうね、働く人が求められていて給料が上がりまくってるのがアメリカです。それだけ物が売れるってことなんですよね。 はい。ということで今週は以上のようにまとまりました。皆様ね、いかがだったでしょうかね今週1週間。えー、自己解説は必ずやってくださいね。特に難しければ難しいほど、エントリーを控えて自己解説をする。儲からない人っていうのは逆を得るんですよ。エントリーを焦って自己解説をサボるんですよ。それじゃあ絶対に勝てませんのでね。今回は以上です。